さんこんにちは、ナマです。今回なんですけど、はい、今ね、秋葉原来てます。秋葉原で今日ちょっとね、ある企画というか、あの昔10万円企画っていうのやったんですけど、今回ね、それの低レート版5000円で秋葉原普通に遊べんじゃねっていうね、検証というかあれやっていきたいと思います。まあね、お金バーって使うのも楽しくていいんだけど、逆にそのやっぱ学生とかも見てるから、そのね、ちょっと待って、光反射やべえ。今回はもう低予算でどこまで遊べるかチャレンジ、はい、やっていきたいと思います。ちょっと今日はね、もう秋葉原コーデということでね、ちょっとかっこいいでしょ。じゃあ最初もうね、もう恒例の駅前のラジオ会館から、攻めていきたいなと思います。時と大谷翔平とか言ってる。相当日本侍ジャパンのあれで盛り上がってますね。 WBC の話題がめちゃくちゃみんな話してます。わーすげえな、活気やば。秋葉原活気やべえ。平日のこの時間でめちゃくちゃ人いるのやばいんだけど。いやー、フィギュア見るだけも楽しいね。おお、気だるだ気だる。かっこいいね。いいな、3対象。はい、皆さんこれおすすめのやつ、UV マグネットフレーム、グリーン、レッド、ブルーってあって、カードのさ、デザインによってこう色分けしてさ、スクリューで飾れるっていうやつで、これ自分ブロリーのね、カードとか買ってるんだけど、これおすすめです。あ、これもいいね、飾るにはすごいね、おすすめです。で、これがちょっとフレームの色が違うやつとか、まあいろいろあるんだけど、そう、このウルトラプロっていうところがめっちゃいい。カラーローダーもちょっとなんか新しくなったらしいよね、この感じで。まあローダー系はね、もう死ぬほど持ってるからもう買う必要ないんだけど、あとスリーブだったらこれでしょ、プロテクタージュニアとさ、パーフェクトミニじゃん。いや、大体でも使い役ってもうね、同じなんだけど、とりあえずでもこれ買おっかな、何個か買うか。これ、はい、来ました、まぜそばです。これね、前回 YouTube のあのサブちゃんのね、ショートであげた、はい、ここ横浜家系ラーメンね、ここめっちゃうまいんだよ。まあね、味噌ラーメンとかもうまいんだけど、まあ自分ね、まぜそばっていうね、秋葉原名物って呼んでんだけど、まぜそばっていうのがね、めっちゃうまくて、正確には油そば、これがね、めちゃくちゃ美味しい。で、このさ、具があって、これをね、その名の通り混ぜて食べるんだけど、ね、ラー油とか調味料とかをやって、で、卵乗っけたりとかして混ぜるとめっちゃうまくて、汁はね、ないんだけど、まあ、その代わりに油とかをね、かけるっていう。で、普通のラーメンがこだがち、はい、いいの、持ってくれるの、いいの、マジで、おっと、アシスタントヒロが持ってくらしいです。マジ美味しいよね、うん、めっちゃうまくない、超好きなんだけど、こういうのもあるんですね。がっつり行きたい人はもうこれも一緒にみたいな感じで。ただ難点があって、これね、3階行かないとね、トイレがないんですよ。1階なんだけどさ、そこのラーメン屋さんね、3階に行かないとね、そのトイレまでたどり着けないんです。この前1人で食べてよ。ここ、うん、水木の流れてるってね、しょっつらい。これね、ニンニクとかもあります。ラー油いっちゃおうかな、カツラ。うまそうやね、これ。これ何、醤油もある。なんか秋葉動画毎回これ食べてね、食べてだいたい秋葉の動画さ、これ出てくるよね。ザ・混ぜそば、いただきます。うん、うまっ、マジうまっ、神だな、うますぎ。これ味の濃さがいいな、なんかラーメンとも違うね、うん、いや、食った、満足や、わしは満足じゃ。
いや満たされた。何なんだろうここの満足度やばいわ。何なんマジ。あ本当？俺飲みたいわ。飲みたくなったわ。昔ここの時計屋さんでさ、のさ、時計買ったわ。懐かしい。あ、そうそう。カンプレかなんかで買ったんだよ。じゃあ相変わらずメイドさんが多いですね。うん。高くなったかな。自分もメイドコスで歩こうかな。何に使うの？ヒロキッドチャンネルなんかカード見るっていうからちょっと適当にぶらつきます。いや今回昔ならではっていうかあのねスマホで撮ってて内カメだからちょっとね画質悪いかもしれないけどまあめっちゃ撮るの楽だし編集も楽なんで。あそうだわ編集でも出したけど今回ねデルオくんっていうちょっと友達にね編集代行頼んでて多分ねいつもと編集の雰囲気違うと思うんだけどなんかフルテロップでやってくれるって言ってたから新感覚の動画として、まあ、これからもねこういう実写のなんか購入品とかさなんだろう秋葉原旅とかでそういう動画はもしかしたら毎回頼むかもしれないです。いやーなんかこういうことがあるんだね。すげえなんか裏路地みたいなこんなとこに来ました。いやー秋葉原もこういうとこあるんだ。なんか探したら結構定食屋さんとかさねカフェとかいろいろあるっぽい。Don't you, don't you, hotel. The volume 満点。素敵なジャングルもね実はあるんだけど、いいよねやっぱり秋葉原って。なんかめちゃくちゃ便利。ほんと何でもあるっていうか飲み屋とか、まあ、ラーメンとかもあるし男が喜ぶやつが大体あるんだよね。気づいてしまった。ここで女装できるわ。ビッグとでコスメあったじゃん。すごい制服幼稚園ああいいね浴衣すごいぞ。ここで男の子のみんなここでコスプレできるぞ。女装できるぞ。チャイナー。あ、いいね。メイド服あんじゃん。5000円ぐらいなんだね、メイド服って。秋葉のメイドさんもここで買ってんのかな。あ、ほら、タイツとかあるし。すげえ。さらにね、このドン・キホーテには、安定のね、ゲームセンターもあって、ここね、めちゃくちゃいいよ。食べ物も揃うし、まあ、ゲーセンヒーローズもあって、雰囲気的にガンダムもあんのかな。あった、ヒーローズ。うわあった1台どれこれカード置いたんだけど絶対これ誰か配列調べてったやろこれほら絶対そうやん。まあこれはねキッズのね子にちょっと使ってもらえるようにねたまにこうカード1枚でやってる子もいるからねユージム7段ちゃんと書いてますね。いやーでも今日ヒーローズ持ってきてないからなやる100円だけやります100円だけあります。これちょっと使わせてもらうわレンタルカードとしてちょっと使わせてもらいます。はいじゃあゲームで遊ぶ。あーもうデッキもクソもないか。てかさこれちょうど今思ったんだけど7枚あんじゃん。7枚あるよこれ。おさあ何出るかな。シュッベジータ激怒する王子。なんだこれなんか新しいアビーティー持ってるねこれ。7分もの消えてもらってじゃあベジータにする。ここの台音ちっちゃ全然聞こえないんですけど、まあ普通に最新弾でいっか。いやさすがにこれじゃあさボスとか勝てないよね。まあちょっといい感じの難易度探してワンプレイだけやってみます。じゃあボス行こっか。ボスいや勝てんのかなわかんない。でもボスだったら多分体力3万はないと思うからまあ合計すればさ体力そこそこいくでしょ。2万ぐらいあいかないかな。わーなんかいいねこの昔に戻った感じ。いいねやばい体力3万もあるんだが
しかも相手悟空いないからこれダメじゃん。やーべー、勝てっかな。いやー、しかもアプリが3ラウンド固定、気力 10% 回復。勝てんのかな。俺勝ったらすごいわ。はい、来た、セット。さあ、じゃあこのラウンドでもう行こう。変なの使ってきた。あー、なんだこれ。いやー、キモ。あ、でも2万出てるし、いけんじゃない。よし、行こう。エナジー破壊されちゃった。なんか暗黒魔界の王とか発動されてさ、僕にしては強いですね。これ勝てると思う？勝てると思う？あー、もう必殺技次第だね。相手のガードはそんなないですね。変わってきた感じです。ただちょっと体重がもう無理、ちょっともう耐えられないんで、このラウンドで行くしかないです。あ、でも結構入ってんだ。ここいいね。ここ強い、水分で強い。はい、勝ったんじゃないこれ。これ勝ったでしょ。強っ。え、これマジいったんじゃない。やば。あ、いいね。シールドブレイクもあるから結構入ってますね。え、カナダンシュン多分3発あるんで勝ったっしょこれ。え、すごくない。これでボスミッション勝ったって結構すごくない。やりました、やりました。100円でボス討伐、はい。まあね、誰かが置き去りにしてくれたカードのおかげだから、まあこれはちょっと置いてきます。ただ欲しい人はあのぜひこの秋葉原のねレジャーラートをしてください。はい、やった、めっちゃ嬉しい。すごいね、頑張ったね。うん、クリアは使うの。エナジー破壊できる、セルと一緒に。はい、じゃあそれじゃね、アースマイベース、最近ねめっちゃハマってるゲームあったんで、ちょっと軽くね、軽くやります。これね、ちょっとリスナーさんにもらったカードとかもあるんでね、最近すごいねハマってて、俺とかめっちゃ強い。この自分のデッキこんな感じなんだけど、フリーダムはちなみに持ってないです。いきなり来た、いきなり来た。いや、これあれだったら嬉しいな。フリーダム、お、いや、バンバンしない。あ、これ強いやつじゃん。いや、マジ欲しいんだけど、あのカード。あれみんな持ってんもんね。アイオスみたいなもんなんでしょ、どうせ。いや、分かってるよ、分かってんだよ。ただ自分はもう前の環境のデッキでもう頑張るわ。なんか来たよ、アイスコーヒー。ちょうど飲んでるっていう。いやー、もう最初のもうね、クイックバトルなんですよ、これも。もう先に出した方が勝ちっていう。で、その、先にモビルスーツ出すと、コストがね、2回復するから、完全に有利なんですよね。あー、かっこいいなー、ニューガンダム。いや、てか、ガンダムってなんでこんなに最高なの、マジで。どんどん、よっしゃー、来たー、勝ち。これはもらったでしょう。いやー、でかいですね、これは。もう攻めちゃおうかな。いやー、これは勝ったでしょう、これは勝ったでしょう。すごい、 99% 残して勝利。あー、そうだね、環境デッキ相手ではないですけど、いやー嬉しいね、普通に。はい、このデッキどうなんだろうね、そこそこいけるかな、今の環境も。いやー、楽しい、マジで。待って、なんか出たんだか。え、これ環境カードじゃん。柔道出た、やば、ニクレで柔道出た。うわー、取っときゃよかった、マジで。何も演出なかったんだけど。え、なんでさっき演出あってさ。おかしくね。うわー、やった、これめっちゃ強いやつじゃん。え、超嬉しいんだけど、超嬉しい。やった、やばい、これ勝てるかもしんない。
レベル36に勝てるかもしんない。これおっと、拠点に対してそれはまずいか。勝った、やば、めっちゃ格上に勝った、めっちゃ嬉しい。やったー、柔道を排出して、これはめちゃくちゃ嬉しい。うわ、激戦だったマジ。いやー、スナルベース楽しかったマジで。ちょっとなんだかんだで5回ぐらいやっちゃったんだけど、なんかさ、ミッションモードみたいなやつもあって、それもやってたら気づいたらね、1000円溶けてたっていう。めっちゃ面白いね。なんでこんなもろいやろ。まあ、ガンダムが好きだからっていうのもあるんだけど、単純に、ゲームとして面白い。また飯色になっちゃいますけど、ちょっとね、またお腹空いたんでご飯行きます。夜も更けてきたところで、まあ夕飯じゃないけど、夕飯の合間にこれ、ね、めちゃくちゃうまそうな、なんかさ、もう焼肉みたいな匂いの。しかもこれすごいよ、牛ハラミとか言ってもさ、これだけで600円ぐらいだったんだけど、やば、超うまそう。はい、ということで、じゃあね、今回は秋葉原動画ということでね、5000円企画やったんですけど、まあなんだかんだで楽しめるね、5000円でも。はい、ということで、ぜひね、チャンネル登録もお願いします。よろしければあなたの一登録ぜひ、10万5000人ありがとうということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。